はい。以前から興味があったのです。私は完成されたものばかりを見る身です。自分で作ったものを手にしたことがありません。ですから、一度やってみたいと思っていたのです。材料はいくらでもありますし、失敗しても痛くありません。また作ればいいだけのことです。初心者向けの素材ですね。そうですね。手始めに、生命界の屋敷を作ってみましょうか。やってみないことにはわかりません。それに、屋敷のことは、外も内も全て把握しておりますから、理論上は完璧ということです。では、始めてみましょうか。繊細さと忍耐の賜物です。茶の湯と通じる部分があるのかもしれません。君もやってみませんか？よろしければ、私の後ろに座ってください。君の手を取って、お教えいたしましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくりと、少しずつ、指先で整えていくのです。お上手ですね。このまま穴を開けてみましょうか。お上手ですね。どうでしょう。さ、続けてください。その通りです。ええ。私の組織、生命界の先代当主は、私の父でした。私はそれを引き継いだだけです。私は幼い頃から、鋼の体となる前から、組織の垣根の中で育ちました。何一つ、不自由することなく、大切に育てられました。私にとって、組織は世界。私のためにある、完璧な世界だと思っていました。後ろ暗い部分があることは分かっていました。しかし、それもまた、私の世界の一部に変わりありません。しかし、ある日を境に、それが終わりました。当主であった父が病に伏したのです。それがアークの技術でも治せないものと判明したとき、当然のように、世継ぎをめぐって大きな争いが起きました。私は知らないよそ者に屋敷の敷居をまたがれたように感じました。身内はもちろん、組織を狙う外部の者も現れ、醜い策謀が飛び交いました。その時、私の世界は汚されてしまったのです。先代当主は全てを手にした方でしたが、真っ当な跡継ぎだけは手に入れることができませんでした。何人もいた子供たちも、皆大人になりきれず、命を捨ててしまっていました。私は、先代当主の築いた世界を壊されたくありませんでした。しかし、私はか弱い、ただの少女でした。獲物を手に、屋敷へ押し寄せてくるような人々に、抗えるような力はありません。ですから、私も、武器を取ることにしました。当主が亡くなった日、私は自ら、ニケとなることを選んだのです。